シャバリソンギターズは日本の楽器メーカーである。1995年に株式会社共和商会がデザイナーのカンノイタルと設立した。カンノは1990年頃よりシャーベル、ジャクソンの日本市場向けモデルのデザイナーとなり、シャーベルでは CDS シリーズ、CDS2 シリーズ、クエスターシリーズ等、ジャクソンではダグアルドリッチモデル、ソロイストスペシャル、ディンキーアックス、 ファルコン等のデザインを手掛けていた。1995年に、共和商会が、日本製のシャーベル、ジャクソンから撤退し、異語中心楽器販売による、グローバー・ジャクソンブランドとなる際に、枝分かれする形で設立されたブランドである。2011年5月6日、母体である、共和商会が破綻。負債額は、約8億5000万円。共和商会は、 2011年5月9日をもって全業務を終了した。2011年10月12日、カペリソンギターカンパニーとして再出発することを発表。再出発にあたり、カペリソンブランドは当時のイギリス販売代理店が設立した会社に買収されており、代表者はジョージ・アストライカー及びガブリエル・アストライカーとなった。この買収以後はイギリスに本社、 カペリソンギターズデザインというデザインオフィスを東京に置き、製品すべてのデザインを行うという体制となった。ギター、ベースの実際の製造は加藤楽器製作所により行われている。生産数は2013年の時点で30月程度である。シャーベル、ジャクソンが開発、採用したフィンガーボード、ボディ、スカーフジョイント等々の技術を継承しつつ消化し、 ヘッド角度、ヘッド形状、ペグレイアウト、ネックシェープ、ネック仕込み角、ボディ、塗装とオリジナルデザインにこだわっている。ヘッド形状は、ペグ配置が2、4となる、デビルズテール、インレイはクロックで時刻が、フレット位置を差し示す、独自のデザインを採用している。近年のメーカーとしては珍しくピックアップを自社開発し採用するなど独自性が高い。このピックアップの設計は、 キャバリソンが行い、製造は株式会社後藤により行われている。糸巻き等の楽器パーツで有名な後藤ガット有限会社とは別会社である。また、プロギタリストが使用する完璧に調整されたギターを市販の通常モデルかつ適正な価格で供給することをコンセプトとしている。2005年までは配線等の電気系統がプロモデルと通常モデルで差別化されていたが、 2006年からは、プロと同等の仕様にアップグレードされた、クリストファー・アモットと彼のシグネチュア・デリンジャー。ありがとうございます。